逃げちゃった。え、どこ、あれ落ちた、落ちた、あー、どこ行った、あー、落ちた、ごめん。これをじゃあどうしていきましょうかって話ですね。こんばんは、ひろまるの山本です。明日朝に向けて本木に初めての海釣りに行きます。麻雀見ながら。僕も海釣りやったことないんでね、どうなることやら全く分かんないんですけど、まあうまく釣れたらまたそれでお寿司作ったり、何しようかな、なんか美味しいもの作ろうかなと思います。でもまあ車の中で寝て朝一番から釣りを始めるっていう感じですね。 1.5 キロ道なりです。でもなんかタコ俺は釣りたいんだよね。タコがタコ釣れたら、まあ、一番はイワシとサバとタコだね。目当てはサバ釣りたいし、サバ食いたいな。ライフジャケットは上がったけど、ね、安全には気をつけて行きましょうね。はしゃぎすぎて海を落っこちないように。はい、じゃあ行ってきます。よし、やるか。なんつってもパパ自身が海釣りは初なんでねっていうか釣りで釣れたことがほとんど。やっぱ海でもサビキこいつ入れるんだって。あ、おいしい牛乳飲む。風だから、また一回もね、あ、じゃあ引いてるね、多分。あ、引いてる引いてる。海綺麗だね。うん、パパなんか全然そうなわざわざ前の日から来たのに釣りのこと全然知らねえから沖の方が良かったんだってよ。でもここでも釣れないわけじゃないらしいからさ。なんか重い、うん、なんか重い、重い。そんな奇跡が。ちっちゃい、ちっちゃな人で、あ、ほんとだ、ちょっと待って、かわいい人で、ほんとだ、人手だ。死んじゃってるけど、海に投げてあげれば。よかった、うわ、ここにいたけど、ほんとに返してあげよう。うん、場所変えたぜ。小さいだからね。やせやせも。待って、やった。はい、パパ。はい、待って。はい、パパ。イエーイ。イエーイ。イワシ。血がかわいそうだけど。めっちゃイワシ。いやいやいや、血がめっちゃかわいそうだけど。逃げた。え、どこ、あれ落ちた、落ちた、あー、落ちて、どこ行っ、ごめーん。え、そっち飛んでいた。あ、飛んでちゃった。うん、くそー。でも今釣れ始めたってことは来るから、やっぱあのミミズのやつに来るな。え、止まったの。
ねえ、ふーちゃんなるべく映らないでね。ちょっと待って。やりやり、うぃー。あー、葉っぱ、コントの葉っぱ。そしてまた、続き、いきまーす。ねえねえ、今度は僕じゃなくて誰にする？僕が釣ったよね。僕が、パパが釣ったとこ撮ってね。ねえねえ、パパが釣ったところに撮る？あ、パパコメント撮る。イエイ。よかったね。やったね。やったね。おめでとう。では、それじゃあ今取り出しちゃうよ。その方中電ポート。パパ、次釣れた。あ、釣れた。気持ち見えないね。じゃあ、ちょっと僕取れます。あ、ね、もう一匹のイワシが来る。やったー、これで。あ、ブー。あー、あー、ごめん。釣れちゃった。僕のチョンボが。いやいや、イワシのかな。釣れました。エヴァはあともう一匹釣ろう。食べたかったですか？今度は自分でちゃんと巻けるようにしよう。あんなゆっくりでいいんだよ、ちっちゃいやつは。パパも今日知ったけど。しました。はい、戻ってまいりました。ひろまるの妹です。はい、じゃあご報告、はい、ポン、ほい、かわいいイワシ2匹。お、かわいい。いや、今日来てくれてありがとうございますって感じね。はい、でですね、まあ本当は4匹取れたんですよ。ただなんか針外して入れようと思ったら、その時に落として網の上でこうやってたんですよ。網から海にダイブが2回、まあ、結果的に、2匹しか持って帰ってこれませんでした。まあ要はバラしたってことですね。でもちゃんと使ったってことは釣ったんでしょうか。糸が外れたわけじゃないから、あ、針が外れたわけじゃないからね、うん、まあよしとしましょう。ただただただちっちゃいの2匹しかいないので、4人でどうやって食うっていう話ですわ。ちょっと寿司にするんだとあまりにも一瞬で終わるし、ちょっと小型すぎるんでねえ、どうしようあ。でちょっと考えたのが、濃いめの味付けにちょっともったいないけどして、なめろうかピザとかね、アンチョビみたいにしてやるっていうのもありかな。とにかくじゃあまあとりあえずさばいていきましょう。はいはい、釣果は残念な結果に終わってしまいましたが、ちゃちゃとさばいていきましょう。まあ、やたら小さいイワシにやたらでかいデバ包丁っていうねで、中骨取って、まあ、腹骨取って、まあ、こんだけ小さいともう鱗をかいただけでもう皮も取れちゃいますね。よし、うん、はい、こんな感じ。はい、まあこんなもんだと思ってました。だからこれをまあ丸のままでも全然食えるんだけど、4人だからね、どうせならさばこうとか言いまして、ね、こんな可愛いの、これをじゃあどうしていきましょうかって話ですね。パパ可愛いの見たい。パパ可愛いのどれ。まあ量も少ないので、なんかまあとりあえずアンチョビ作って、その後どうするかは考えましょうか。そう、さばいたイワシさ、さっきさばいたイワシさん入れる。塩結構食感にしちゃう。ニンニク、オリーブ、
目指す。バッタと。はい、こんな感じ。バジル。バジル入れて、あ、美味しい美味しい。完成。あんまり夕飯が遅くなっちゃってもいけないので、どうしようかな。結局アンチョビでペペロンチーノに決めました。はい、じゃあペペロンチーノいくか。まず麺軽く茹でちゃいましょう。つっても早茹で3分なんですぐなんですけどね。小松菜入れなくてもいいけど、入れた方が、いや入れた方がペロンチーノに小松菜。小松菜、まあ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 、やっぱあった方が絶対うまい。今日もニンニク玉のがないんで、酢漬けの美味しい醤油漬け、醤油漬けにんにく、ほいほい、スライス、ほい、あとはちゃちゃっといきましょう。オリーブ多め、まあ、今回火つける前に入れる。みじん切りもちょっと追加。塩、魚の爪入れたいんだけど、ちょっと辛くなっちゃうと子供たちがあれなのにあんまり食べれなくなっちゃうんで、まあウェイパー、本当はコンソメがいいんだけど、こんくらい。チリパウダー、アンチョビさん、いやー、埋める。そしたら一回火止めてパスタ茹でますか。塩ピッとで茹で汁を入れる。はい、いかがだったでしょうか、今回の釣りね。まあ初めてにしては、まあ、何も釣れなかったより釣れたから良かったかなと思います。まあ、前の日から前乗りで行く必要全くなかったですけどね。はい、こんな感じ。アンチョビちっさ。ほい、上にちょこっとアンチョビ乗ってます。ほい、ほい、完成。そう、今日釣れたちっちゃいイワシのアンチョビパスタ、アンチョビペペロンチーノかな。はい、じゃあ今日取った命をしっかりいただきましょう。はい、せーの、いただきます。ほっ、めっちゃうまい。うん、ちゃんとイワシの味する。うまいよ。うん、これはうめえよ。はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。